千鳥型水雷艇は、日本海軍の水雷艇。同系艦4隻。1931年より建造を開始した、水雷艇のクラスで、ロンドン軍縮条約の影響により、ミニ駆逐艦とも言えるほど、重武装の設計の艦艇であったため、本型のうち3番艦、友鶴が、演習中転覆するという友鶴事件を引き起こした。復元性能改善工事後は、 中国方面の作戦に参加、太平洋戦争では、初期の侵攻作戦や、戦乱護衛等を行い三隻が撃沈され、残る一隻は戦後解体された。水雷艇は、水雷装備で敵の大型艦を攻撃する艦艇の、ことである。しかし、この水雷艇を、駆逐するための昇降警報を装備した、駆逐艦が出現して、水雷戦闘も担うようになり、水雷艇は、 駆逐艦へ発展し、水雷艇自体は消滅することになる。日本海軍でも1904年の日露戦争を境に、水雷戦闘は駆逐艦に代わられて、水雷艇は建造はされなくなる。残った水雷艇は、総会任務などに使用され、1924年に官邸類別標準から水雷艇は削除された。1922年に締結されたワシントン。 海軍軍縮条約により主力艦の建造を制限された各国は1万トン型の条約型巡洋艦を建造するなど補助艦艇の建艦競争となり日本海軍では吹雪型駆逐艦24隻などを建造した1930年締結のロンドン軍縮条約により駆逐艦を含めた補助艦艇まで制限を受けることになった 駆逐艦の保有制限が課せられた日本海軍では条約の項目600トン以下は条約の対象外からこの対象外の艦艇として水雷艇を復活させることとなる。フランス、イタリアやドイツも水雷艇を復活させている。しかし、これらの国には駆逐艦の保有制限がなくコストの問題から簡便な駆逐艦として水雷艇を復活させ、 無条約時代でも建造を継続した。一方日本海軍のそれは中型駆逐艦の代用として計画され、無条約時代に入ると早々に水雷艇の建造を打ち切った。1929年に策定した計画案では1400トン型16隻と1000トン型32隻の駆逐艦の建造を予定していた日本海軍は1930年の ロンドン条約による修正を迫られ、昭和6年度から始まる第一次補充計画では1400トン型駆逐艦12隻の建造が決定。1000トン型駆逐艦の建造は中止された。海軍造船技術概要によると野衆程度にしか使えない1000トン型駆逐艦は、傭兵側の同意を得られず中止となった。その代わりが、 排水量527トンの水雷艇で軍令部は12隻の建造を要求4隻の予算が認められた。1 0トン型駆逐艦は速力34ノット、航続距離3500海里、14ノット、13センチメートル砲3門以上、61センチメートル、巨雷4門という要求だったが、水雷艇での要求は基準排水量600トン、速力30ノット、 航続距離3000回四14ノット、12.7センチメートル方3五53センチメートル、魚雷4門というもので、排水量600トンの水雷艇にできるだけ、駆逐艦に近い兵装を盛り込むというものだった。計画は、講師排水量720トンで一旦まとまったが、予算の関係でさらに小型の艦型とすることになり、基準排水量535トン、 高止排水量を615トンで計画が決定した。武装は600トンというサイズに従来の二等駆逐艦を上回る兵装重量になった。しかし、この排水量での武装搭載量はあまりに課題であり、当時の新鋭艦、吹雪型駆逐艦の兵装重量が約14%なのに対し、千鳥型は24%になっている。当時の日本艦の武装は明らかに多すぎるもので、 あったが、千鳥型は、それが極端に進んだ感と言える。基本計画番号会46。速力や並走はそのままで、排水量を抑えるため、船体の小型化と重量軽減を徹底した。重量軽減では、電気溶接の大幅な採用やリベットの昇形化、警報筋の採用、その他が違反のフランジ部分を削ることも行われた。 船体形状に関しては、機関の重量軽減のために、機関出力を抑え、かつ速力を発揮するためには、船体の長さが長くなる。またこの時の復元性能は、GM の値を目安にしており、GM の確保のためには、幅広の船体が必要で、必然的に喫水は浅くなった。並走重量の増加などで水線からの重心位置が高くなってしまったが、 十分な GM を確保することで問題にされなかった。船系は吹雪型駆逐艦と同じ、選手楼型船体を採用。選手楼の長さは約25.5メートルもあり、船体の約1、3を占めていた。艦首形状はダブルカーブ型でしのげな未成功場のために強い視野とフレアを持つ。なおフレアは吹雪型や初春などと同様に船体中央部にもあった。 選手路上に一番単装手法と装填演習法を装備する。射撃式装置や発射式装置を駆逐艦に準じて装備し、環境に集中させたため環境構造は特型、I 型に似た等型環境となった。構造は3層構造で、艦内配置は公式図面が残されていないため、明確でない。3層目が羅針環境になり、前方と側面を ガラス窓と固定板で囲い、窓の下には波返しがあった。天外は固定天外ではなく必要な時にキャンバスを展開する形だった。羅針環境の上にはブルワー,ークを持った上部環境があり、見張り用双眼鏡一機を装備する。その後方に2メートル速距離とその両弦に信号用30センチメートル単焦灯を装備した。なお、下部環境の形状が はつかりのみ丸みを帯びた形状で、他の三眼は角形であり、羅針環境前面の波返しに各間の違いがある。復元性能改善工事後のともつるには波返しがなかった。また放水所煙突も各間や年代によって相違がある。環境後部には三脚式の全部マストがあった。その後方には二間の煙地を一本にまとめた誘導煙突が立ち、 日本海軍駆逐艦に採用されていたお椀型、旧機口があった。また、煙突の両舷に、巨雷格納箱があり、その周囲は、関西艇置き場となっていた。煙突後方には、単小灯台と 12.7mm 機重台を、装備、その後方の上、甲板上に6年式 53.3cm、水上連装発射艦を中心線上に2機、配置していた。 さらに後方に後部甲板室があり、その上に三脚式の後部マストが立つ。後部甲板には後ろ向きに2番連装手法1機があり、爆雷投射機と総会具も搭載された。本型の手法は50口径3年式12.7センチ砲で、初春型駆逐艦に搭載されたものと同形式になる。艦首の1番砲は A 型単装砲で、旋回部重量が 約21.5トンもあり、後部の B 型改めに連装砲も約31トンあった。方向重量は合計約74トンにも達していて、並走重量は従来の二等駆逐艦を上回っていた。船体は一番砲搭載のために付近の甲板を補強せざるを得なくなった。機銃は1 2 7ト、mm、ル単装機銃1丁で、 単焦灯とともに一番魚雷発射管の直前の上、構え上に装備した。魚雷発射管は6年式53センチメートル、水上連装発射管を中心線上に2機装備した。搭載魚雷は8本でうち4本は魚雷発射管に装填し、残り4本は予備魚雷として、煙突量限の魚雷格納箱に2本ずつ格納された。なお、 発射管の前面には簡易的な盾が設置されていた。爆雷投射機は81式爆雷投射機を2機を搭載した。多くの文献では、両弦投射機1機搭載としているが、写真によると、片弦投射機を装備している。また爆雷投下機動1乗があり、爆雷は18個搭載した。艦備には、単管式ダイソー具も装備した。本型の機関は、 ロゴカンポン式水管管2機とカンポン式オールギアードタービン2機で2軸推進、出力1万1000馬力で速力30ノットを計画した。機関配置は、第1管室、第2管室、全部機械室、後部機械室の順である。全部機械室は重隔壁により左右に隔てられて、それぞれ左右軸用のタービンが搭載されていた。 重核壁があると片源が浸水した場合に大きく、船体が傾斜するが、その傾斜が緩くなるように核壁はクランク型にされた。しかし以降の駆逐艦や大鳥型水雷艇では採用されず、重核壁は廃止されている。本型では、機関重量の低減のために高温高圧機関を採用し、千鳥は高温高圧蒸気を使用する機関の1号機を搭載した。 高温高圧蒸気の使用は1馬力あたりの燃料消費量が少なくなり燃料搭載量の減少または航続距離支援にもなる。千鳥型の場合は蒸気加熱器を装備し飽和蒸気を加熱することで圧力 30kg 平方センチメートル温度350度の蒸気を使用した。後に島風で使用された圧力ログラム平方センチメートル 温度400度の高温高圧蒸気に通じる第一歩であった。一番手、千鳥は、尖閣重量が計画よりもオーバーし、浸水直後の重心検査で重心がすでに約300 m、mm、m 上昇していた。大やけみの時に、天打で台傾斜を生じ、環境直下から後部2番方まである、大規模なバルジを装着することで、復元性能を改善して竣工した。 この時の講師排水量は、千鳥で731トンになっていた。1938年8月の二0日この艦は、復元性能改善工事を行ってから竣工した。このような艦艇の限界を超えるような、過大な兵装は、艦の復元性が不足することとなるとの指摘があったが、艦政本部の責任者、藤本菊夫少将は、 傭兵があの要求を満たすためこのような艦を建造し続けた。その結果、1934年3月に3番艦、友鶴が、好転のため転覆、総員113名中止者行方不明者合わせて100名を出すという大事故が起こった。調査の結果、千鳥型を含む多くの心臓艦は復元性の不足が指摘され、復元性能改善工事を行った。 本型の場合は建造中だった4番館、初狩りは復元性能改善工事を施し同年7月に、春工。千鳥、真鶴は同年秋に工事完成、友鶴は事故の復旧と同時に復元性能改善工事を行った。本型の主な工事内容は以下の通り、砲塔形式の 12.7cm 法3門は、 すべて撤去され45口径3連式12センチメートル砲に乾燥された。これを開放式盾のついた単装砲がで艦首に1機、船体中央部に1機、後部甲板状に1機の計算機を搭載した。この改装により方向並走の重量は74トンから52トンに減少した。なお、千鳥、マナズルの G 型砲は旧型の盾を装着している。 魚雷兵装は53センチメートル連装発射艦1機のみとなり予備魚雷は廃止された。これにより魚雷兵装の重量は70トンから30トンへ減少した。なお発射艦の棒だけは竣工事と同じ全面だけのままだった。なお日本の駆逐艦オール大百科ではマスと煙突も短縮したとする。これらの工事により 復元性能は改善されたが、並走は大幅に減少し、排水量は、格子状態で815トンにまで増加、速力は28ノットまで低下した。1935年に第4艦隊事件が起き、本、型も1936年8月から11月にかけて、船体補強工事が行われた。詳細は明らかでないが、 DS 校による部分的な補強を行ったようである。本型の電気溶接は丁寧に行われており、大きな問題にはならなかったようである。ただ速力はさらに低下し27ノットほどだったと言われる。4隻は竣工後に第21水雷隊を編成し、中国方面へ進出、上陸支援や封鎖作戦などに従事した。太平洋戦争開戦後は、初戦は、 南方の攻略作戦を支援、その後は、戦団護衛などに従事した。戦団護衛艦としては、適切なサイズと言われ、30ノット近い速力は、対戦警戒という面の制圧において、効果を発揮し、魚雷は戦団を襲う敵艦に対する襲撃行動や、損傷戦の処分に役立ち、解剖艦よりも有力であったとされる。対戦終盤まで活躍したが、 昭和19年12月から翌年3月にかけて3隻が撃沈され、20日1隻のみが香港で残存した。日下事変が勃発し、中国沿岸へ進出した時には、星期1 3トル機銃2丁、11式系機銃1丁を装備したとされる。太平洋戦争中の機銃装備の状況は、マナズルの場合、1944年4月に1 3ト、mm、ル 連装機銃1機と同炭素機銃1丁を撤去2 5ト、mm、ル連装機銃2機と同炭素機銃6丁を搭載した。なお同時に91式単身技を撤去し93式単身技に交換93式水中常温機を新たに設置81式爆雷投射機を4機増設し投下機動2条を改造した。作戦後の機銃装備の状況は 以下の通りとされる各艦は3番手砲と13ミリメートル機銃を撤去し環境前と後部マストの後方機銃座を設けて25ミリメートル連装機銃を各1機ずつ計2機25ミリメートル単装機銃6丁を13ミリメートル機銃跡3番砲跡やその他艦舶上各所に配置した対戦兵装はマナズルとも鶴の場合 81式爆雷投射機8機、93式水中超音機1機、94式単身技1機を装備した。単艦式ダイソー海軍は撤去され爆雷は48個を搭載したと言われる。沈没寸前の友ずる。1934年1月31日内例、第35号で水雷大編成が定められ、4隻は佐世保陳述所属で、 1934年から第21水雷隊を編成した。千鳥は1939年10月に除かれたが1940年11月に復帰した。水雷隊編成は1942年3月10日に廃止。第21水雷隊は解体された。海軍造船技術外洋上艦 P443 では保護艦本指揮艦2期になっている。 A.B. 福井静雄、日本駆逐艦物語によると竣工時の魚雷搭載数4本、復元性能改善後も同数。坂本正幸、水雷邸編日本の駆逐艦ウォール、大百科ピアニッシも、106から109では、53.3立方センチメートル連装発射管一気に、完走したとしている。東、石橋水雷邸、P220 では、 復元性能改善工事後について、なお残された発射管にはシールドが設けられたとする。写真で見る限り、短縮はわからない。ありがとうございます。